このすのこですね、確か10センチぐらいの幅の杉の板を、たくさん買ってきて、渡してあるんです。1枚の板の長さはね、確か2メートルぐらいだったんじゃないかなと思います。縦にはこのすのこの裏ですね、ちょっと厚みがある木材を柱代わりにですね、縦に今度は立ててあるんですけど、2メートルの板に対して3本か4本ぐらいこの柱になる、パーツを立ててあります。でそれに、この杉板を、つけてあるっていう感じなんですけど、これね、ここにネジがありますよね。もう全体的にね、こんな感じで、固定がしてあります。この金具、L 字の金具を2つ組み合わせて、ネジとナットで留めて、この字型にした金具を、壁に固定してます。で、それにこの柱をつけてるっていうような感じなんですよ。あの辺見るとわかりますよね。金具がね、ちょっと浮いちゃってるんですよ。なので、ジャストサイズっていう感じではないんですけど、まあ、いくつもつけているのでね、強度的には、問題なさそうです。でこの壁面の板なんですけど、最初ね、設置した時は撥水とか防風剤的な感じになるスプレーを、振ったんですけど、まあ、大体半年ぐらいでね、なんか効果が薄れてきた気がします。なんか普通に汚れもつくし、水をかけると普通にね濡れちゃうのでね、またかけ直した方がいいのかなと思いつつも、まあ、なんせこんだけ植物があるのでね、そうそう簡単にやれません。やるとしたら室内管理に移行してここが空いた時なんですけど、まあその時っていうのは、まあ、つまり寒い時期なんでね、私にやれるかどうか。この物干し竿掛けの裏にこうやってもう板回しちゃってるんですよ、作る時にね。なので、まあ、このすのこは分解しないと外せないです。でこのすのこにこの株をかけているフックなんですけどね、これは板の取っ手に使っているアルミ線を自分で曲げて作ってます。ちょうどいい大きさのものってきっと探すのは無理なので自分で作ってます。こんな形、ちょっと板がね1センチぐらい厚みがあるんですよ。なのでここに引っかかるようにこれを引っ掛けて、でカーブを引っ掛けてっていう感じです。アルミ線ね、まあ、手でも曲げれるぐらい柔らかいんですけど、カーブを引っ掛けるフックとして使ってて、強度的にはね今のところ全く問題ないのでね、チャチですけど気にしてません。幅が1メートルで長さが2メートルっていうものだったんですけど、1メートルもね、私は奥行きがいらなかったんで、半分ぐらいに幅をね切っちゃって、でそれを2枚渡してあるような感じになってます。まあ、実質、まあ、大体4メートルで幅が50センチぐらいで、この日よけのネットの固定は基本的にこのクリップを使ってます。このクリップはね、確かこのネットと一緒に使うといいよみたいな風におすすめで出てきたやつを買って使ってます。このクリップの先はね、こういう丸い金具がついてるので結束バンドを、つけて、でそこに、通してるっていう感じです。このクリップはね、こうやって開くんですよね。で、この3つの突起が出てくるんですけど、このネット自体がね、結構こうやってどこにでも穴が開くような感じの作りなので、押し込んで止めてるっていう感じです。これがぐるっと一周たくさんついてるんですけど、物干し竿受けのところにもこうやってくっついてます。このネット強風の時とかには外すつもりでつけたんで、かなり、簡素な作りになってるんですよね。でこのネットね、結構こう丸まっていっちゃう、なんか癖がついてるんですよね。だからこれトマトにもともとつけてた支柱なんですけど、これを支えに
縫い合わせるようにね、つけてます。で長さが足りないのでね、一回ここで、針金で、物干し竿から、ぶら下げて、だいぶねあもうやっつけ仕事みたいになってるんですけど、この支柱がねあるのとないのとでは部屋の中から見た時に、まあ、これの方がまだだいぶマシなんです。でこの支柱にはね、バンダとか、薄根さんとか、いろいろぶら下がってます。この前設置する様子を、動画に撮ったこの水やり花子も結局この遮光ネットにね、結んだりすることで、設置ができています。まあ、何せランたちを外に出せるのは、年に数ヶ月で限られてますので、まあ、そういう、つもりで作っている、我が家のベランダです。あとね、このベランダでやりたいのは床なんですよね。ちょっと他のベランダには、タイルとか引いてあるんですけど、この南側のベランダは一番狭いんで、ここで食事したりできないので、これまであんまり手入れしてこなかったんですよね。だから床がそのまんまむき出しなんですけど、タイルとか引けたらいいなとは思ってます。はい、というわけで今日はね、我が家の、ベランダの胡蝶蘭スペースを作りに関して、紹介してみました。この株ね、私の動画をくまなくご覧になってくださってる方がいたとしたら何回かお見せしてるんですけれども、去年の夏に、派手に葉焼けをさせてここ葉っぱ、切るに至ってしまった株なんですよね。下も切ってますけど、この株、夏に葉焼けをしたにもかかわらず花芽を出して11月から咲いてて、で3月ぐらいまでずっと咲いてて、でいい加減花を切ってね養生させてあったんですけど、実はまた花芽出してるんですよね。この子はね、ほんと一年中サポートしますね。もうこの、夏の一番暑い時にね花芽を出してくる株もあるんですよね。ちなみにさっきの株はこれと同じ花色の株です。まあ、一年中ね何かしら咲いてくれてるとすれば、それはまあそれで嬉しいんですけどね。